公明党が都民ファーストと組まないというようなことが新聞に出てましたけども、そうすると半数都民ファーストだけで半数割って予算とかなんか全部問題が出てくるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、その点はいかがでしょうか。なかなかえぐいところを言ったんですよね。公明党さんが何を考えて、小池知事と距離を置くということを言い出したのか、その真意というか、これは私たちがあれこれ言うことはちょっと難しいです。ただもう明らかに小池知事の与党でいることは都民の支持が得られなくなっていくというふうにやっぱり考えたからこそ、小池知事と距離を置くふうにしていたことは間違いありません。それ2つの意味があると私勝手に推測しています。一つは小池知事が希望の党を作って失敗し、国政でも大きな力を発揮することができなくなったということが一つです。それで勝手にね、公明党は反対したのに国政に打って出ようとしたと。国政ではもう希望の党は一応野党ですから、自民公明の与党と対立せざるを得ない、そういう党の党首になっちゃったわけなんで、これはやっぱり一部とはいえね、当然対立してきますから、そういう関係は都議会の中でも問題になるということで、それ、まあ、希望の党との関係を完全に断ち切るとかね、いうふうにしない限りは都政でも私たち与党ではいられませんよということが一つです。でもう一つは、築地市場豊洲移転問題のようにいろいろ文句を言って、これまでの自民党公明党でやってきた都政にある意味ではいいことなんですけどメスを入れてきました。小池さんは例えば入札制度も変えようとしています。しかしこれもうまくいきません。それから築地市場も移転問題にくさびを打とうとしたんだけども、これも結局は、都民の立場に立ちきれなくて豊洲移転を決めてしまうと。都民から見てもどん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 信頼が落ちてますよね。そこにくっついてると自分たちまで割り置く、そういうことが与党としての公明党さんの判断にあってもおかしくはないだろうと。あんな人にくっついてたんじゃどこに引っ張られていかれるかわからないという、私たちももしそういう立場に立ったら考えちゃいますよね。勝手なことやってるんですから。そういう点での与党にはいられないという判断があったと思います。それからその影響ですけど、これは深刻です。来年の春の予算がどうなるか分かりません。何しろ、今年の春は前回一致で予算を取ったんですよ。こんなの都政市場で言うと革新都政の美濃部良吉さんが知事やってた時は野党の自民党などが賛成しなければ予算が通りませんから、もうものすごい期間手間をかけて調整をして、自民党も賛成するようになった段階で修正を重ねて予算を通したわけ。だからまあ大体前回一致でした、あの頃も。それ以来ですよね。今回はそういう修正をしなくても小池知事は割合今までのまあちょっとあまりにもやりすぎだという予算の中身を少し変えましたので、私たちも賛成したわけです。しかし来年の春ははっきり言って豊洲移転強行の予算出てきます、100億円近く出てきます。もうこれ一つだって我々も承知できませんよね。しかももう一つね、まあ、あんまり知られてないんですけど、オリンピックのために選手村を作るじゃないですか、晴海に。あの土地はもともと臨海開発のための東京都の都有地だったんです。それを買った時の値段よりも安く、今の相場の価格で言えば1000億円以上する土地をわずか130億円で売っちゃうんですよ、ゼネコンに。あの森友家計どころじゃないですよ。ものすごい規模ですから1000億円損しちゃうんですか、東京都が土地代で。そういうことまで来年の予算にボーンと出てくるので、我々ももう賛成できないよということははっきりしてきました。
これで自民党、公明党が反対に回ったら、もう予算通りませんから、そこで自民党や公明党が何を小池知事に要求するか、これを修正すれば賛成に回りますよという条件で何が出てくるかですね、問題は。ここが見どころです。見どころなんですよ。私ね、公明党さんは都民にとってやはり今までなかなか実現しなかったけれども、やってほしいと思うことを言う可能性があると思います。それはそうしないとね、もう都民の暮らしも大変ですから。例えば都営住宅をね、この20年間一個も建ててないですよ。新しくは建て替えばっかりですよ、やってるのは。新しい都営住宅を新規に建設しなさい、これをもし予算で入れれば賛成しますよとか、こういうことを言い出す可能性ありますよね。で、私たち都営住宅を新規建設するのもちろんこれはいいことですよ。しかし豊洲移転の100億円とか、そういう問題がある限り共産党としてはやっぱり賛成できないです。そうすると、公明党さんとしてはやっぱり都営住宅を新しく作ると言ってるのに共産党反対したじゃないかと、予算こういうことが言いやすくなるし、予算ってのは ひとくくりで賛成か反対かしかないんですから、こういう仕掛けをやってくる可能性もあるなと。もうこれはかなり言い過ぎてますね。皆さんも忘れてください。他の政党のことをそんなこと言っちゃいけないと思ってます。大変だ。でもそういういろんなことがありますので、私たちにとっても厳しい来年度予算の議会になるだろうと。小池知事にとっては本当に知事としては生きるか死ぬかの予算議会が来年の春に待っているということだけは間違いありません。ありがとうございました。シートなっちゃった。あ、いえ、なんかこう政治の駆け引きってすごいなって思いました。いや、まだ新しい話題に行きたいと思います。